はい、日本武道学者の吉田です。おばんでございます。今日はですね、運動という体のね使い方っていうんじゃなくて、丹田について、丹田を鍛えて、剣を極めたっていう人を一人紹介したいと思います。白井亮っていう方なんですけどね、聞いたこと、武道の好きな人だったらちょっと本で読んだりなんか聞いたことあるかもしれません。まあ、私姿勢の中で丹田っていうのをすごく大切にしてきているんですけれども、この人を紹介することによって何かヒントを得られればなと思います。まず白井亮ね、吉金、この人は天心殿一刀流っていうのを創始した人です。で、1783年岡山藩池田家の家人の家の子供として生まれました。まあ、そんなことは大したことないんですけどね、8歳の時からね、鬼神流っていうね、これ依田秀正って読みます、これ依田秀正っていう鬼神流の人に8歳から習い始めたんだけれども、なんか自分では納得いかなかったらしくて、まあ、15歳の時にこの中西道場って、この中西死刑っていうのかな、ちょっとこの読み方ちょっと私わからないんですけれども、中西道場に行って指示して、まあこの先生が5年後に死んでしまうんですね。5年後に死んでしまったら、今度袋地内なんか市内剣道も始めたらしいんですね、千葉周作みたくね。それがちょっと気に入らなかったっていう話もあるんですけれども、まあ死んだのを機にそこを去ります。まあその時に感じたのが、40歳で誰もが衰えると、剣客はたくさんいるんですけれども、40歳にもなるとね、若い時はバネもあって力もあってスピードもあってみんな強いけれども、40歳になるとそこそこみんな衰えてしまうと。それで一体自分も20年間っていうのは何なんだったんだと、無駄なんじゃないかと、無駄だったんじゃないかと思って、ずっとうつうつ、うつまでいかないでしょうけど、うつうつとしてね、ちょっと落ち込んでたと。そこでまあお母さんが危篤になったよってことで一回江戸帰ったりするんで、国元に帰ったりするんですけどまあそれでまたこう一応はお母さんは容態取り戻して、まあ、そんな折にね、この寺田宗有っていう人と出会うんですよね。まあ、その前にね、まあ、この人と会うのがきっかけでまた関連法を変えるんですけども、この40歳で誰もが衰えてしまっているっていうのはね、私の経験としてもね、まあ30ぐらいまで、まあ、力は30、40ぐらいまでのね、40過ぎまであんまり好きでないバーベルベンチプレスなんかでも140キロ上げてましたから、そこそこ力はあったんでしょうね。ごっつい体もしてたみたいですね、まあ他人事のようだけども。それでもあの30歳の時かな、ニューヨークに行って全米で最大の道場には行ったんですけども、やっぱり、まあ、ルールも日本人には我々みたく、我々っていうか私のように手足の短い人間には非常に手足の長い背の高い外人を相手にしては不利な状態のルールだってこともあったんでしょうけれども、まあそれでもね、私170なかったですからね、169センチ当時で、で体重80キロ、まあ、筋肉質で脂肪も何もない状態ではあったんですけどもね、相手は190センチとか、一番大きい人で2メーター16センチだったかな。で、そういう人と向かい合ってね、体重だって120キロだの、そんなのゴロゴロいるしね、小さい人は小さいですけどね。でも、そういう190センチ、185センチ、180センチくらいだったら別に大きいとも思わないし、どうってことないって感じで、185くらいまでだったらなんとか、気にしなかったんですけど、185超えて190とかね、もう腕回りだけでも50センチ、向こうほらトレーニング好きでしょ、映画見ても分かるように、警察官でもこんな腕してるのゴロゴロいるっていうね、あんなのが道場に結構ゴロゴロいるとね、たかだかベンチで140上げますとか、スクワットで100何十キロ上げますとか、
当時私こうやってカールできちっとしたやつとカットあげるので片手で30キロ近く上げてましたからね。ウェイトトレーニングなんて半年しか真面目にやってないで、あとはダラダラっていうかあまり好きじゃないからやってるんだけど、それでそんだけまあちょこちょこってこの体の割には力あった方なんだけど、向かい合うとね、やつらでかいくせにスピードが当たり前でさ、いや俺何やってんだろうってやっぱり思っちゃいましたね。だからノルウェーとか向こうの漁師とか平均身長190センチとか腕回り50センチとかって力仕事してるやつらに、こんなもんなんぼ鍛えたって勝てるわけないだろうっていう気持ちがすごく強くなっちゃって、なんかそれからなんか自分の弱さみたいのがやたら身につき、こう身に染みちゃってね、強いですねって言われると逆に腹立ってね、なんかそいつらとその比べちゃうんだよね。なんか何言ってんだもん、弱いよなって、なんか惨めな思いがずっと引きずってたって記憶があります。ましてそれでね、年取ってきて私も今もう60過ぎましたから、60還暦終わっちゃったんでね、過ぎちゃったんでね、もう握力だって全然なくなって、もう肩を痛めてベンチも上げれないとかそんな状況になってるんで、ね、この40で誰もが衰える健脚っていうか、ご多分に漏れず、そういうのはすごく感じてます。まあ、そこでね、彼はこういうふうにしてスピードとかパワーとか、まあ、剣の術理っていうのはある程度マスターしたんでしょうけれども、そんな時にやっぱり疑問を抱いてた時に、この寺田宗有っていう方に、この人は中西道場の大先輩に当たったんです、当たるんですよ。で、中西道場の大先輩に当たってこう訪ねて話しているうちにね、ちょっとしたら向かい合ってみるかって、この方は年齢はもう35歳ぐらい上なんですね。彼は、彼会った時には彼はまだ28歳で、この人はもう還暦すぎて63だったかな。だからそんだけこう35歳も年違って、完全に40歳過ぎて衰えるっていうのもはるかに超えてね、この時で63歳ですからね。63歳、まあ、インク出ないね、これインクない、ね、見えるかな。63歳だったんですよ。で彼が23歳ですね。あと20何歩だっけ、28歳か30、ちょうどあれだね、バリバリの頃だね。バリバリの頃と、もうとっくにもう死んでもおかしくない年っていう、そのまま向かい合った。まあ、その時にね、寺田宗有がこう構えた時にね、威圧感がすごくて、結局この白井亮っていうの全然向かっていけなかったらしいです。で、この丹田からこう出てきて、こう丹田を鍛えて、この寺田っていう師匠からガーッと出てくるものがあって、もう向かっていけないと、蛇に睨まれたカエル状態になって、そしてその寺田先生って形になって、どうしたらそういうふうな剣をこう身につけることができるんでしょうかって白井亮が寺田に聞いたら、寺田は1日2、300回とこの水氷っていうの、それをしなさいって言われて、言った通りに彼は実行したらしいんだけども、結局でも体心身ともにこう衰弱してしまって何にも得られないとして悩んでたんですね、この白井亮が。その時に出会ったのが、あの白隠禅って知ってますかね。白隠ちょっと一回消しますね。ちょっと書き直しましたんでね、この白隠禅ですね、白隠禅寺っていうのは、これ坊さんです。あの臨済宗中興の祖って言われて、あの禅宗っていうのは、あの道元禅寺 の作った曹洞宗と栄西の作ったこの臨済宗っていうの2通りあるんですけども、この白隠禅寺は臨済宗の方です。で、公案の方、問答というか公案の方を一生懸命やるっていうのかな。例えば石種の音上って、両手で叩くとパンとなると、片手で叩くとどんな音するんだっていうような問答をやるんですよ。それでよって一生懸命こう考えるっていうのを白隠禅っていう
ね、これは中高の袖連単の方。私20代の後半の頃は何祖の方っていうのを結構やってたんですけど、何祖って知ってますかね。何祖ってどこか、うん、どっちだった、こっち側か、こっち逆だ、そうか、こっちだな。何祖の方、何祖、何祖何祖の方っつって、ここにバターとかミルクみたいなの、煮詰めたミルクみたいなのをここに卵ぐらいの置いて、そして溶かして中をずっと全部こう内観するっていうのかな、そういった方法なんですけどね。そういったものを考えて一生懸命やってたって今人ですね。まあ白隠禅をこれ、そして自分で丹田を一生懸命鍛えて鍛えて、その練丹の方っていうのは白隠禅のやつを利用して一生懸命勉強して繰り返して練習して、自分は白井亮は活気術っていうのね、活っていうのはこれ太陽とか赤いとか、赤いのが2つ、これ太陽を示すような意味らしいですけども、活気術っていうのを名付けて作りました。そしてこう実際構えるとね、グッと構えると丹田から手足が出ているって、こう手とか足とか分離せずに全ての動きは丹田からこう出てくるっていうの、そういう気迫が生まれるようになって、相手、向かい合った相手はその丹田の力で抑えられるっていう、そういう風になったって伝えられてますね。まあですから私の理論っていうのは、まあこんな素晴らしい人とは比べもないんだけれども、結局姿勢作って、その姿勢がなければ丹田は鍛えられないっていうか、丹田に意識を集めることとか気を集めることは、私の言ってるきちっとした姿勢でなければそこに意識を集中することができないっていう姿勢ですね。まずそれが大切。そしてそこに息を吹きかけるように呼吸で吹きかけて、そしてそこに圧を高めるっていうか、ただ物理的な圧じゃなくて意識の圧っていうかな、それを高めていって、まあそれを切らないように肩甲骨でそれを押さえていって、こうラインをいくつか作ってね、まあ本読んでもらうと分かると思うんですけども、その腰の力っていうか、その丹田の力っていうのを手足に伝えていくっていう方法論は、本には述べてますけれど、まあそういった意味でね、白井亮って人はね、精神的にも全然やっぱり一般の剣術っていうのでなくて、丹田っていうのを鍛えることによって年齢を超越したっていう人の代表かなって思っています。まあ他にね、山岡鉄舟ですとか、まだ他にもいろいろいますからね、そのうちそういう人の例も挙げていきたいと思います。まあここですね、これから私昔作った動画があった、ちょっとね有名な人のやつ、ちょこちょこって一言二言言葉変えてやってんのあるんで、それはもう見ても見なくても1分程度のもんですから、遊びがたら見てくれても、これから10個ぐらいは上げていきますから、見てもらったらいいかなと思いますけれども、これからこういった方法でね、有名な言葉を上げて、そしてその説明していったりするのも続けていきたいなと思っております。それともう一つですね、私パソコンで見ると私の動画を見てくれてる人っていうのがびっくりする高齢なんですね。若い人見てくれてるのかなと思ったら全然見てないっていう、55歳でも 90%、 55歳以上、65歳以上が半分とか、なんだこれって思うぐらいびっくりしたんですけどね。ちょっと前見たら見方もわからなかったんでね、こう人に教えてもらって、私もあんまり得意な方じゃないもんですから、ですから私が書いた病気と姿勢と病気についての書いてある本があるんでね、そういったものもこれからこの動きだけじゃなくてね、姿勢ってこれだけ大切なんですよって、病気との関連性ですとか精神的な面との関連性ですとか、そういったものも上げていきたいなと思っていますので、まあチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。